はい、どうも皆さん。はい、こんにちは。はい、どうも。ご無沙汰しております。はい、何週間ぶりですか、この放送。はい、もうね、前がどこまで行っていたのかっていうのがもう飽きすぎてわからないっていう。何でしたっけ前、何の話で終わってたんやったっけちょっと待って。あ、そうか。教養試験をクリアしましたっていうところまで多分行ってると思うんですよ。教養試験っていうのは、CBT とオースキーってね。あの試験をクリアしていよいよ9月からその臨床実習ね、病院の臨床実習入りますよっていうところまで多分言ってるんですよ。今日はね、何するかっていうその話をねちょっとしようかなと思ってるんです。ちょっとね、これ撮るのもねだいぶ久しぶりなんでね、ちょっとね勝手がちょっと まだ掴みきれてないっていうね、いつもの感じじゃない、ちょっとぎこちない感じになってますけど、はい、そういうことでね今日もねやっていこうかなと思っております。はい、と、本編に行く前にですね、告知ね、いつも告知してるんですけど、放送の話ね、放送の形をプレミア公開っていう形にしてます。最近してるんですよ。何かって言ったら、僕のね、放送、次の放送、いついつね、何時何時からやりますっていう通知が多分言ってると思うんですよ。で、それを見て、一緒にね、僕一緒に見て、視聴者さんね。で、見ながら、チャットをしましょうっていうね。それのことなんですけど、チャットっていうのは、普通の放送じゃできないじゃないですか。ね、だからそこでチャットできるのがちょっと楽しみかなと思ってやってるんです。チャンネル登録を僕の放送でしてくださってる視聴者さんは多分通知いってると思うんですよ、ね、でもまあ、してない方は何もわからんまま、終わってたなみたいな感じだと思うんですけど、そういうことで、一緒にね放送を見ながらチャットしましょうという、ことです。はい、そういうことで、ね、今日もね久しぶりの放送です。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、始まりましたよ。ですね、病院実習始まってますと、いうことですね。まあ、9月ね、9月の1日から、病院実習が始まったんですけど、そのね、9月の1日に認証式っていうのがあったんですよ。何かって言ったら、僕らはその病院で患者さんをこう見る形になるんで、スチューデントデンティストっていう肩書きになってるんですよ、僕ら。でね、その認証式っていうのも、君たちはもうそのスチューデントデンティストとして公的に認められる立場ですっていうことを執り行う式があったんですけど、そこでね、こんなやつもらうんですよ。ご症状みたいなね、スチューデントデンティスト認定証っていうのをもらうんですよ。で、ちょっとすごいでしょ。なんかすごいなと思いながら、このね症状ちょっと嬉しいじゃないですか、もらったらなんか症状ってあんまり、それ結構症状たくさんもらってる方はまたもろたみたいな感じですけど、あんまり僕もらったことないんですごい嬉しいんですよ、これね。で、だからさ、これを額に入れてさ、ここにでもね、なんかよくあれやん、YouTuber の人がさ、銀の盾とか金の盾こう飾ってるやんか、そんな感じでちょっと飾ろうかなとか思ってるんですけど、それはいいですよ。で、スチューデントデンティストとしてそういう認定式があって、それでその2日からもう始まってるんです。何をやるのかって言ったら、うちの学校はですよ、うちの学校はですね、患者さんが、その生徒ね、スチューデントデンティストの生徒に対して1人に対して20人ぐらい、その配当患者っていうのが当てられるんですよ、配当されるんですよ。その、患者さんをその1年間かけてね、自分の、患者さんでその見ていくね、その患者さんの、ね、その進行、病状のその進行具合でどういう処置するかによって何をするかはその人それぞれなんですけど、人によっちゃその経過観察になっている患者さんもおられるし、アクティブに、治療をね、インプラント入れたりとか、その後のそのね、その補鉄物入れたりとか、そうやってる患者さんもいるわけですよ。さあ、いろいろ様々なんですけど、そういう患者さんを配慮されて1年間ガチで見ていくっていうね、そういうことがあるんですよ。それが一般の業務ね。それで、プラスアルファ、その科によって1週間ね、その例えば航空外科周りとか言って1週間かけてその科をね、毎日その見学したり、場合によっちゃその手術
手伝ったりとかして、まあ、レポート書いたりとかするっていうのがあるんですよ。まあそれは航空外科に限らず、なんやろな、補鉄科とかね、放射線科とか、あとは何やろ、小児歯科とか、あと麻酔科とかね、そういう科のやつは普段のその肺頭患者さんの、治療とは別にあるんですよ。でそういうのを1年間かけて9月の頭、5年生の9月から、6年生の9月の終わりまで1年間かけてやるんですよ。まあ、9月はそのちょうど9月は前の、ね、今まで1年間やっていた6年生と今から1年間やっていく5年生が引きちょうど重なってて引き継ぎの1ヶ月間になってるんですよ。でね、まあいろいろその引き継ぎ教えてもらいながらやるんですけどね、やっぱね、やっぱ1年間やってきた上の人らはやっぱりそんなに貫禄はありますね。こっち何にもわからんと言ってるわけでしょ。でやっぱり1年間そういろいろやってきて経験積んできてるから、やっぱりね、あのね、あ、やっぱり、あ、ちゃんとしてるわと思うわ。で、自分がその今から始めて1年後に、あ、なれるんかなっていうね、ちょっといささかの不安はありますけど、まあね、とりあえずやっていこうと思ってますね。はい、とりあえず今から1年間長いですけど、まあ、どうなっていくかわからないっていうその不安もありますし、いろいろその勉強できるっていうね、あの、まあ、特に僕は航空外科の方に進もうともう決めて、興味がある航空外科の方はそういうガチでやりたいなっていうのがあるんで、まあまあそこにね、勉強ではさ、あの航空外科の手術見たりとかできないじゃないですか。写真はさあるかもしれないけど、実際どういう設備でどういうことをやってるかっていうのはやっぱりそう見ながら勉強できるっていうのはすごい楽しみやなって思ってますね。あ、これくらいで今日は切っときましょうか。はいはい、ということでね、病院実習始まっておりますということで、はい、それでね、今日もありがとうございました。はい、また会いましょう。